はい、どうも、井上です。今日が4月14ですね。はい。今日は、何もしてません。なんかね、チェーンソーを2日使って、それを全身筋肉痛と、なんか謎の体調不良ですね。あれでなんか、ね、何もできてない。ずっと寝てた。泥のように今日は寝てました。はい。で、これからやらなくちゃいけない作業っていうのが、切り株を抜くっていうことなんで、まあ明日切り株抜いていきます。これゴールデンウィーク明けとか6月中旬までにオープンできるのかっていうすげえ疑問がある。うん。なんか知んないけど。間に合うかな？マジで。マジで。まあ天井落としてさ、VF ケーブル、が漏電してないかも見なくちゃいけないんだけど天井落とすのもだるいんよね。落としたくないぐらい綺麗な天井だからどうしようかって思う。でこの家の天井ってすごい通風口が抜けてるから実はね、埃が全然ないんよね。あんまり、まあ、全然ないわけじゃないけど、あんまりない。綺麗なはずです。なんで、まあ一応それを確認してからにもなるんで、今整理すると駐車場作ります。そのために切り株抜きます。石をどかし、庭石どかします。コンクリートブロックぶち壊します。だとは、土を整地します。っていうことなんで、そんなに先を考えてああだこうだやんなくちゃいけないっていうのをやめようかと思います。まず、すぐできる小言、小さなこととしては、通風口に蜂が入ってこないように塞ぐということなんで、まあ頑張って、塞いでいきます。はい。いやー、ダメだな。疲れが全然抜けない。年だよね。なわけで、今日は何もやってませんし、できませんでした。寝ます。おやすみなさい。